初戦なので絶対に勝ち切りたいという思いでマウンド行きました。最初調子上がりきらなかったんですけど、まあ、その自分のできるピッチング最大限やるだけだと思ってキャッチャーのミット目が来て振り振りました。先頭の梶川選手が必死にフォアボール選んでくれて後ろに回してくれたのでしっかり期待に応えようと思ってバット振りました。今日初戦たまたま勝っただけだと思っているので明日もしっかり勝って勝ち点取れるように頑張ります。さよならの場面で緊張したんですけど、まあ、先輩方の声とかで、まあ、しっかり自分のスイングができたかなと思います。まあ、いい当たりではなかったんですけどしっかり抜けてくれて、まあ、先輩方が寄ってきてくれて嬉しかったです。まあ、ずっとゼロで抑えれてよかったです。1試合やったんでこの勢いのまま優勝したいと思います。